はい、皆さんこんにちは、テルジーでございます。写真撮影エピソード、今日は第2弾でございます。今からご覧いただく、写真は、みんな、フィルム写真でございます。フィルムで撮影した写真でございます。そこを踏まえて、ご覧いただきたいと思います。では行きましょう。はい、この写真は今津干潟ですね。知る人ぞ知る野鳥の宝庫でございます。海魚とかね、それからサギですね、シラサギなんかが、来ます。冬にはね、クロツラヘラサギとかね、来ますね。そこで撮影したものですが、ただ撮影してはね面白くないんで、左側に、枯れススキを配して、飛んでくるところね、舞い降りるところ、羽ばたいているところ、そういうところを撮りたくてね撮った写真でございます。それと鳥がね重ならないように、ちょうどいいタイミングで撮ったものでございます。はい、では次の写真いきたいと思います。はい、この写真は九十で撮りました。九十のちょっと手前なんですけど、まあ季節としてはまあ冬初冬ですね、初冬に撮ったものでございます。小高い山がありましてね、山の方へ、行きまして、民家のない真っ暗なところでね撮ったわけでございますが、もう寒くて仕方なかったんですね。で、だいたい45分ぐらいの録音だったと思います。絞りは開放でに、無限大ピントは無限大にしております。北の方を向いてね撮りました。だいたい45分ぐらいの録音なんで、星の流れがねだいたいこの幅で45分ぐらいですね。はい、まあ露出的にもねうまくいったんじゃないかと思います。下の方ちょっと明るいんですけどね、これは街の明かりだと思います。はい、では次の写真いきましょうかね。はい、この写真はねかぐらめ湖です。大分県湯布院からね、何ですか、別府の方へ降りる道があるんですが、その途中にね、あるんですね、かぐらめ湖っていう。まあ昔ね、かぐらを引く女がね、かぐらを舞う女ですねが、一人住んどったそうですが、それで、湖がありまして、そこのかぐらほとりにね、勝負をねずっと植えております。遠くに見えるのが湯布岳でございます。朝のねまだ暗いうちからね、出発しまして、ここに着いたのがだいたい5時頃でしたね。まだ誰も今いなかったですね。人一人いないね、真っ暗闇の中をね歩いて、うっすら明けた頃ね、一番いいね撮影場所を見つけまして、そこに三脚を据えましてね、遠くにまだ霧が立ってますよね。はい、うっすらと明るくなったところにね、まだ霧が残っている状態のところをね、背景に湯布岳を、配して、撮ったものでございます。はい、では次の写真いきましょう。はい、これは、九十ですね。冬の寒いね、まだ氷点下の温度でしたけどね、
本当寒かったですね。ずるずる滑りながらね、ちょうど愛禅をね持って行ってなかったもんですから、まあ惜しかったな、愛禅持ってくればよかったなと思ったんですけれどもね、もうここまで来たからには絶対登らないかんなと思ってね、滑りながら転びながらね、登ってね撮った写真でございますが、はい、左側にね、これは無標ですね、樹氷か無氷か知りませんけど、木に樹氷っていうのはね、霧がね、木の枝に付着してね、それが凍ったもんですね、それが樹氷とか無氷とか言われております。はい、冬のね、澄んだ空気の空ね、綺麗な写真が撮れたと思います。はい、では次の写真いきましょうかね。はい、これはね、私地元で撮ったんですね。これは一番向こうに富士山みたいなね見えるでしょ、山が、これ小富士なんですね。小富士と正式名は茅山って言うんですけどね、通称小富士です。はい、その前にねレンゲソウ畑をね配してね、ぐーっと近づいてね広角で撮ったもんですね。で、広がりが、横の広がりがガーッと出ましたよね。一面レンゲソウ畑となっておりますのように見えますが、実際はね一旦ぐらいのねレンゲソウ畑なんですけども、それがね辺り一面レンゲが咲いているように見えるのは、これはレンズの、マジックですね。はい、では次の写真いきましょうかね。はい、この写真は阿蘇のミルクロードで撮った写真でございます。山の方に登ったんですね。でこぼこでこぼこした山なんですけど、それで足で登るのはきついのでね、私の四駆でね登りました。すいすい登りましたよ。やっぱジムニーは力が強いです。山でもどこでも登っていきます。はい、こういう草むらの中でもねどんどん入っていきますからね。で、これも写真はね、なんでこれを撮ったのか言いますとね、ある場所から、あるところからね、依頼されたですね、ススキの写真を撮ってきてもらいたいということでね、それでススキの写真を撮っていこうと思ったら、どこがいいかなと思ってね、ああそうだ、阿蘇に行ったらススキの草原があるなと思ってね、で行きました。そしたらね、まあ上の方にねいいとこ場所があるんだなと思ってね、でやっぱりススキだけを撮るんじゃなくてね、背景にね山をねやっぱり入れたいもんだから、これそれにはやっぱり上に登らんといかんなと思ってね、で上に登って撮りました。はい、まあ逆光気味で撮ったんで、ススキがキラキラしてね輝いております。はい、では次の写真いきましょう。はい、これは潜水鏡ですね。潜水鏡というのは阿蘇の西側ですかね、北側になりますかね、東側か、とんがった山が見えます。これは猫岳です。猫岳の頂上になるんですね。ちょうど涅槃像のね、阿蘇五岳の涅槃像の頭の部分になる山でございます。猫岳、その裾野にね、美山霧島の花がガーッと咲くんですね。
もう見事に咲きます。でこれもね、朝早く撮っております。まだ梅雨が降りた頃の写真でございます。まだ雲がね、あの下の猫岳のあの岩のところにね、頂上付近に残っておりますよね。これ全部上がってしまったらあんまり面白くないんですがね、まだあの猫岳に雲がね絡みついている時に、撮ったものでございます。写真はね、やっぱりね、朝早く撮るかね、それから夕方撮るかね、まあどっちかですね。昼間撮ることはあまりありません。はい、そういうわけでね、今日は7枚の写真をねご覧いただきました。私がね写真を撮ってね、撮った時のエピソードをね、まあ、ざっとお話ししましたけど、まあ苦労はあったんですよ、いろいろね。朝早く暗い道を登ったりね、いろいろやるんでね、まあいろんな苦労もあるんですけど、全部話し言ったらもう時間が長くなりますんで、この辺で終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次のエピソードを、お待ちください。ではこれで失礼します。さよなら。